バイロコはアメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米級航空母艦の11番艦。艦名はアメリカ軍が1943年8月26日に占領したソロモン諸島ニュージョージア北部のバイロコ、イリエニチナンで命名された。当初はボーテージ米の艦名であったが、1944年6月6日にバイロコに改名される。 ワシントン州タコマのトッド造船所で建造され、1945年1月25日に JJ バレンタイン夫人によって浸水し、1945年7月16日に HB テンプル艦長の指揮下収益する。バイロコの収益は太平洋戦争に間に合わず、1949年12月まで平時の巡航、演習訓練を行う。 この間に2度の極東巡行を行い、エニウェトク干渉で原爆実験に参加した。1949年12月16日に、バイロコは不活性化オーバーホールのためにサンフランシスコへ向かい、1950年4月14日に予備役となる。朝鮮戦争が勃発すると、バイロコは直ちに現役復帰のための準備に入る。 1950年9月12日に最終駅し、太平洋艦隊に配属される。1950年11月から1953年8月の間に、バイロコは3度の極東展開を行い、朝鮮半島水域で国連軍の支援活動に従事する。バイロコの関西機部隊は、北朝鮮軍、中国人民解放軍の地上部隊、機材、交通施設及び、 海上部隊に対して何百回もの攻撃を行った。1951年5月9日に日本海で爆発、火災事故を起こし死者5名、負傷者13名の被害を出した。バイロコは1953年8月後半に西海岸へ帰還し、1954年1月まで止まる。その後、ビキニ干渉での水爆実験支援のため出港する。 1954年3月1日のキャッスルブラボー作戦では16名の乗員がベータ戦による火傷で負傷した。1954年5月から6月までバイロコはサンディエゴで訓練を行い、7月に不活性化オーバーホールのためロングビーチ海軍造船所へ入居する。その後1955年2月18日にサンフランシスコで予備役となる。バイロコは 朝鮮戦争の先行での3つの従軍聖書を受賞した。ありがとうございます。